皆様ご視聴ありがとうございます。本日はスカウトの方をやっていこうと思います。はい、でもサムネ見て分かってもらった通り、今回はアジアナンバーワン司令塔をスカウトで取っていきたいと思います。はい、 UAE の天才ですね。すごいスカウトにハマってて、もう毎日スカウト見てますね。なぜか急に今までこう2017からプレイしてきて、スカウトという機能を全く使ったことなかったんですけど、ここ数日で一気に目覚めてスカウトにめっちゃハマってますね。ガチャより楽しいかもしれないっていうことに今気づいたんですよね。ってことで早速獲得していきましょう。で、結構スカウトいろいろ持ってるんですけど、今回使うのはまずこちらアルアインですね。はい、アルアインと、あと先ほどゲットしたルーレット、こちらを使っていこうと思います。で、ここで獲得可能選手を見ると、こちらオマル・アブドゥフラフマン、ちょっと言いにくいんですけれども、このオマル選手をゲットしていこうと思います。いや、本当にいい選手ですよ。で、ちょっとね、この選手アルアインからアルヒラルに移籍したと思ったんですけど、アルアイン見てたらまだスカウトでいたんで、アルアインでやってます。確かアルヒラルに移籍してたと思うんですけど、アルアインでゲットできるということでやっていきます。で、一応銀選手なんで星3でもスカウトでゲットできるんですけど、たまたま僕星4をスカウトで見つけたので星4でやってます。はい、でもまず適性がこんだけ広いんですよね。まあ司令塔なんで真ん中に置きたいっていうのはあるんですけれども、で、一応初期値で銀玉選手なんですけど、ボールコントロール75、ドリブル81、グランダーパス75、あとはスピード瞬発力も30まで上げるとかなり速くなります。今75、78なんで。はい、で、今ね、ちょっと怪我で UAE ね、怪我で司令塔失っちゃってて、アジアカップもね、ザック UAE がカタールに負けちゃったんですけど、オマルがいたらまた違ったんじゃないかなって勝手に思ってました。はい、もうすごい好きな選手なんですよね。パスセンスがえげつないんですよ。あの、皆さん YouTube でオマルパスで検索してみてください。本当に素晴らしいパスあるんで。それでスキルも豊富なんですよね。シザース、エラシコ、ルーレット、ヒールトリック、アウトスピンキック、マリーシアと、めちゃくちゃいいスキルなんですよ。で、プレイスタイルが2列目からの飛び出しということで、はい、じゃあ早速ゲットしていきましょう。さあ、レッツゴー。この確実にオマルが来るって分かっててもなんか緊張しますね。レッツゴー。飛ばさないであえて見ていきましょう。ついに念願のオマル。はい、ありがとうございます。やったぜー。っていうことでね、僕銀スカットの方もこれから作っていこうと思ってますので、作ったら皆さんにお披露目したいと思ってますので、楽しみに待っててください。最近日本のスカットも作ろうと思ってて、庄司とかね、吉田麻也をゲットしたんですよね、センターバックの。なので他にもいろいろとスカウトでゲットして、日本代表スカットも作っていきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。